ロジャース・トーバックは、オハイオ州シンシナティ出身のアメリカンフットボール選手。ポジションは、クォーターバック。NFL のダラスカウ・ボーイズで1969年から1979年まで、プレイし、チームを4回スーパーボールに導き、第6回スーパーボール、第12回スーパーボールで優勝を果たしている。愛称はたびたびチームを、逆転勝利に導いたことから、 キャプテンカムバックと呼ばれている。また、パスプロテクションを破って侵入したディフェンスから身をかわすことがうまくロジャーザ・ドジャー、ロジャーザ・ドジャーとも呼ばれた。プロフットボール伝道カレッジフットボール伝道にそれぞれ選ばれている。海軍兵学校に在籍していた。彼は1963年にハイズマン賞を受賞したが卒業後。 アメリカ海軍で5年間の軍務に就く必要があるため1964年のドラフト従順という低い順位で指名された。1969年、ダラスカウ・ボーイズに入団したが、当初クレイグ・モートンの控え QB として過ごした。1970年シーズン、チームは第5回スーパーボールに出場を果たしたがモートンが3、インターセプトと自滅。 ジム・オブライエンの決勝 FG が決まりチームは10から13で敗れた。翌1971年シーズンには10試合に先発出場しエース q b となった。彼はマイアミドルフィンズとの第6回スーパーボールではパス19本中12本成功、119ヤードを獲得、マイク・ディトカ・ライニ・ TD パスを決めて優勝に貢献、MVP に選ばれた。 またこの年初めてプロボールに選ばれた。1972年12月23日のサンフランシスコフォーティナイナーズとのディビジョナルプレイオフではモートンが先発したが第3級途中で15点リードされた。交代出場したストーバックは残り2分を切ってから 2TD パスを決めて30から28の逆転勝利をもたらした。 1975年12月28日、ミネソタ・バイキングスとの敵地メトロポリタン・スタジアムで決めたプレイオフでドリュー・ピアソンに決めたヘール・メアリーパスによるタッチダウンはザ・ヘール・メアリーと呼ばれる有名なプレーとなっている。ピッツバーグ・スティーラーズとの第10回スーパーボールではドリュー・ピアソン、パーシー・ハワードへのタッチダウンパスを決めたが第4級終盤。 グレン・エドワーズにインターセプトされて17から21で敗れた。2年後のデンバーブロンコスとの第12回スーパーボールではブッチ・ジョンソニへの45ヤードのタッチダウンパスを決めた。この試合では味方ディフェンスが相手 QB、クレイグ・モートンなどから多くのターンオーバーでボールをダッシュ27から10で勝利した。 3年ぶりにスティーラーズとの再戦となった第13回、スーパーボールでは、前半にトニーヒルへの TD パスを決めた。14から21と、リードされた第3球、第3ダウンにエンドゾーンで、ワイドオープンになったジャッキー・スミスへパスを投げたが、ボールはわずかにショートして、パス不成功となり、FG に終わった。 第4級残り6分51秒で17から35と18点差をつけられた。ここからビリー・ジョー・デュープリーへの TD パス、オンサイドキックで攻撃権を獲得した後、ブッチ・ジョンソンへの TD パスで31から35と追い上げた。1979年までの11シーズンで、プロボール選出6回、オール NFC に5回選出。 通算パス獲得22,700ヤード、153、タッチダウンの成績を残して、現役を引退したが、その時点で、彼より、q b レーティングが高かったのは、オットー・グレアムだけであった。2011年2月にカウボーイズ・スタジアムで、開催された第45回スーパーボールの、ホストコミッティ会長を務めた。トロイ・エイクマンとナスカールの、共同チームオーナーとなっている。 ありがとうございます。